パリオリンピックの綱引き競技、1900年1900年、パリオリンピックにおける綱引き競技は、ブローニュの森を会場として1900年7月16日に実施された。1900年パリオリンピックの綱引き競技には、開催国フランス代表チームとデンマークとスウェーデンの混合チームの2チーム12人のみが出場した。綱引き競技は、当初出場を予定していた。 アメリカ合衆国代表チームが陸上競技との日程の競合により参加を取り消したため決勝1試合のみの実施となった3回戦で行われた競技は最初の2回のみで勝負がつき混合チームが楽勝したこの競技で混合チームが得た金メダルはスウェーデンにとって近代オリンピックでの初の金メダル獲得ということになったフランスタッグオブ ウォーアットザ1900パリサマーゲームズ2011年2月26日、閲覧。タッグオブ、ウォーアットザ1900パリサマーゲームズ、メンズタッグオブ、ウォーフィナールラウンド2011年2月26日、閲覧。ありがとうございます。